皆さんこんにちは、おやじです。今私はですね、岩国市内の国道2号線を下っております。広島マイナス完了でふるさとベースカンパックですね。今日はですね、成人の日、成人の日ということでね、日本全国的には祝日と言われている日ですね。私は仕事をしております。はい、相も変わらず、まあ祝日はほとんどないですね、私のやってるこの仕事は。はい、そんな中のカンパックのトラックからお送りしておりますけどもね、これは変わるんかな。あまりここを通らないのでね、この時差式なのか、こっちの信号が長いのか短いのかがね、よく把握してないんでね。ほら、イージーゴーになってませんでしたね。はい、そんな中でね、今雪シーズンです。今日は1月11日ですね。雪シーズンなんですけれども、まあこの冬すごいなんか雪降りましたけれども、まだまだね、1月は降ると思います。で、まあこの冬の寒波がね、異様に強いのでね、強い寒波が来てるんで、まあなんと言いましょうかね、その寒波といっても、まあずっと寒い、ずっと雪が降ってるということは、まあ、私が走ってるここの西日本というかね、瀬戸内側、まあ、山口県、広島県、この辺りのね、まあ、西日本地方で言っていいかな、はまあそんなにね、長引く雪じゃないですね。まあせいぜい1週間ぐらいで寒波が逃げてしまうと言ったところなんですけれどもね。そうは言ってもね、まだまだ1月の11日なのでね、まだこの、今週末暖かいですね。15度、予想気温がね15度というのがありましたよ。で、来週からどうなるか分かりませんけれどもね、まだまだね1月はまだもう1回が来るかな。2月もね、まだまだ寒いですよ。で、まあ、3月になったらね、この私の西日本地方ではね、まあ、3月になれば、まあ、ほぼもう雪降らないかなという感じなんですけれども、それは言うともね、昔の年寄りは、3月のハゲ山隠しとよく言います。どういった意味かというと、3月は3月にその山の萩山が隠れるほどの雪が降るよといったところでね、まあ、3月も1回ぐらいはね、どっかで、まあ、萩山を隠さなくてもどっかで寒波がね来るんじゃないのかなと思います。でそれ過ぎたらね、なんというんかな、なんて言うんでしょうか、三寒四温というやつですか。まあその2月のね、2月の立春を過ぎたらもうほんと春めいてきますけれども、まあかといっても2月はまだまだね寒いんですけれども、まあ3月に入ればね、だんだん日を追うごとに春めいてまいりますけれども、まあそんな中でね、春一番が吹いたりだとかしますけれども、まあ春一番がね吹いてからぐっとまた寒くなりますよね。でそれが最後の寒波かなと、まあ、毎年思うんですけれどもね、まあその西日本の、まあ、九州もそうですけどもね、九州もかなり降りましたけれども、まあ一つの参考として覚えておいてもらえたらなと思います。そんな中ね、
あの私のこの車のように箱車、特にね天井がまあウィングだとか棺桶、まあいわゆるその箱車ですよね。その上にね結構雪をね積んで走っている車がね結構います。でね、まあ、あの、会社の駐車場を出るくらいかな。まあ、まあ、できれば、その天井の雪はね、落としとった方がいいですね。天井の雪は。まあ、単なるね、まあ、風で、ふらっとあの、雪がね、どっかに飛んでいくんならいいんですけれどもね、結構ね、屋根の上の天井の上のね、雪が凍ってる時があるんですよね。要するにその氷がね、落ちるじゃないですか。走ってて。カーブとか、ね、直線もそうですけれども。そんなもんがね、そんな、氷みたいな雪が、なんと落ちて、対向車のガラス、フロントガラスでも当たったら割れますよ、対向車のガラスが。そういった時にこちらの方に多分損害賠償というんですか、多分ね物損事故でねやられますよ、おそらく。そんな事故はね、まあ本当ねほとんど聞いたことがありません。私もね、対向車の雪が落ちて、それが乗用車のフロントガラスに落ちて、怪我をしただとか、事故になったというのはね、聞いたことがないんですけれども、この最近ね、そのウィングの、その後ろを走ってて、すごい雪積もってるんですよね。その後ろを走ってて、雪がね、バーッと舞うんですよ。で、たまにね、雪の塊がね、ポッコンポッコン落ちるんですよね。それを見ててね、なんかちょっと危ないなと思いましたね。で、そんなもんがですよ、その、なんというかね、雪の、天井の雪の塊に、というかその凍ったやつが、ほんとね、乗用車のフロントガラスでも落ちたらね、多分、割れると思いますよ。私ね、昔ね、ふざけて、タウンエース乗ってたんですよね。ワンボックスのタウンエース。トヨタの車ですけれどもね。それ乗っててね、なんというか、雪だるまじゃないけど、雪の塊をですね、大きな雪の塊ですよ。で、子供がね、小さい頃に、雪をですね、フロントガラスでパンパンと投げてね、遊んでたんですよね。からかってたんですよね。自分家の子供をね。で、まあ、フロントガラスって丈夫じゃないですか。めったに割れることないじゃないですか。で、そのね、雪の塊をね、おにぎりぐらいの大きさにしてね、それを、ポン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 、フロントガラスとかね、ガラスにね、ボーンと当てて、そしたら、粉々に雪の方が巻けるじゃないですか。でね、で、何を思ったかね、今度大きい雪の塊がね、あったんですよ。で、半分凍っているような。それをね、抱えてフロントガラスにボーンと当てたんですよ。そしたらですね、フロントガラスが割れました。バカでしょ、私。バカなんですよ。調子に乗ってね。一抱え何キロぐらいあっただろうか。10キロぐらいあっただろうか。それをね、フロントガラスにね、ボーンと当てたらね、ほんと、フロントガラスがね、メリメリっと、ひびが入ってね、ガラスが落ちることはなかったんですけれどもね、ほんと、蜘蛛の巣状にね、ひびが入って、ほんと、うちの奥さんからね、やかましく叱られましたよ。あんた何やってんのと。バカじゃないのと。で、子供からもね、すごい、ひんしく変えましたよ。お父さんバカじゃーと。お父さんバカじゃーみたいな感じでね、
言われましたよ、本当に。なのでね、まあ至近距離でね、思いっきりぶつけたわけじゃないんですよ。フーレアみたいな感じでね、フーレアみたいな感じで、そしたら雪の方がね、負けて粉々になるんかなと思ったら、私のそのダウンウェイスのフロントガラスの方がね、粉々になりましたわ。粉々というかね、雲の巣状に、はい、そういったとこですよ。なのでね、本当まあウィングの上にね積もったその雪が、まあ、氷となって凍ったような状態で対向車に落ちると危ないなと思ったんですわ。そんな事故を皆さん見たことないですかね。たまに下の方にね すごいでっかい雪がね落ちてるんですよ。人間の頭よりでっかい雪がね、どうやって落ちたのかなと思いますけれども、それ多分トラックのその上からじゃなしにね、フェンダーとかバンパーとかあの辺に積もった雪が溶けて落ちたのかなと。いくらなんでもね、3メーター以上のとこからね、アスファルト地面にね落ちるとやっぱり割れちゃうわけじゃないですか、ボーンと。そういったことでね、まあさすがにあの上からは落ちてこねえのよなと思いましたけれども、まあ、そんなこんなでね、ほんと、まあ、天井に氷みたいなそんな時期だったら、ちょっとねホースで溶かすかどうかやった方がいいなと思いましたけれどもね、はい。まあ、私のこの便はね、まあそんなこと今のところはねないんですけれども、まあこれからね南米が雪に合いますので、まあそういった時にはちょっと天井の方も注意してみようかなと思いました。それではこの動画は以上になります。今日はね昼飯食ってないんで腹減りました。これから金明寺の川西トンネルですね。ついでにポプラまで話そうかな。今日はですね県道1号の方を通らないで金明寺の方をね、ずっと2号線金明寺の方来ましたね。いつもはねここの信号機右の方からね出てきますけれども、県道1号からね、今日はお休みなんでね、2号線が流れるんじゃないのかなと思ってこちらの方を来ましたわ。はい、そんなとこです。これから金明寺トンネルですね。これが金明寺トンネルです。この下のねポプラでお腹すいたんでね、ちょっとパンでも仕入れてね行きますわ。今日というか先週からね、うちの奥さんがね風邪気味で体調が悪いんでね、今朝も弁当作んなくていいから寝ときやと、朝はねパンを焼いてくれましたけれどもね、あいいからもう今日はおとなしく寝ときなさいといった感じですわ。はい、なのでね今日は弁当をね持ってこなかったので、でもみじまんじゅうをねこの前買ったやつの買い置きがねまだあったので、もみじまんじゅうを2つほど食べましたけれども、やっぱねダメですね、やっぱお腹空きますわこの時間は。ちょっとね会社に帰るまでね体力持たないんでね、ちょっと何か口の中に入れとかないと持たないので、この下にポプラがあるんですよね。今日のコンビニでちょっと食料仕入れてぼっちぼっち帰ります。今日はねマイナスがあるんですよ。今日は広島でね物を頼まれたんでね、
どっかのトラックはね、積み切れなかったみたいでね、ワンパレットほど豆腐へ転送してくれないかということで、ああいいですよと。で、それを積んで、今日あのマイナスがあります、ワンパレットほどね、チャチャチャっと、まあ5分もかからないですね、2、3分でチャチャチャっとやっつけて、それから会社へ帰ろうかと思います。まあすぐ出るんでね、ここでトイレもしたいしね、ここに止めてチャチャチャっと行ってきます。それではこの動画は以上になります。